皆さんこんにちは、斉藤マクセルと申します。今回なんですけども、まずはこちらマグマサウルスでございます。総勢10体いるんですけど、今回このマグマサウルス10体で何をやっていくかと言いますと、アイランドのボスドラゴンを討伐していこうかなと思っております。で、ドラゴンってブレスを吐けるんですけど、そのブレスがなんとね、10秒間で体力の 20% を削ってくるっていうとんでもないブレスなんですよ。で、しかしですね、そのブレス例外に効かない生物がいまして、それがなんとこのマグマサウルスなんですよ。なんでそんなブレスの全く効かないマグマサウルス10体でドラゴンに挑めば勝てるんじゃないかと思いまして、早速やっていきましょう。それじゃあまず今回使うマグマサウルスのステータスの紹介からやっていきましょう。俺が乗らないやつらはだいたいこの思考サートル120ぐらいで、体力は2万、メレーは400。マグマサウルスって初期ステータスは高いんやけど、ステータスの伸びが全然悪くてめちゃくちゃ悪いんよ。だからそんな伸びんかってんけど、まあ10体いるからいけると思うけどね。で、俺が乗るやつはちょっとだけ強いで、一応鉄も仕込んできた。なんかブレス打てるからね、一応打つ機会あるかなと思って持ってきました。ほんじゃあ行こうか、ドラゴンガンマ。よし、行こう。さあ、行けるかな、マグマサウルス。マグマサウルスを戦闘で使うの今回初めてやから、どうやろうな。あんまりすげえ戦闘向きの生物って感じでもないからね。PVP とかやったらなんか強いんやっけ、確かそんな感じやね。いやー、いけるかな。よし、ほんじゃ行こうか。こいつじゃねえ、こいつじゃねえ。どこや、俺の。こいつ。OK。あ、でもこれ出られへんわ、俺。ちょっと待って。まずは俺が出ないと。話にならんねんけど、出られへんな。ちょっと待って。オッケーオッケーオッケー。いけ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 。うおー、ぶねえ、なんや。なんか撃ってきた。おった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 。おったおった。こっから狙えへんから。おらどうや、外した。あ、いや、当たったか。オッケーオッケーオッケー。落ちてきた。オッケーオッケー。当たった当たった。炎上ダメージ、炎上ダメージ。引っかかってる引っかかってる。ちょっと待って、動きにくこいつ、動きにく。ほら、いけ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 、突っ込め突っ込め。あ、エンデュロ飲んでなかった、一応飲んどこう。はいはい、ちょっと打っていこうか。ほら、オッケー。え、結構ダメージ入ってない、2000ダメージって入ってなかった。え、めっちゃ入るやん。うわ、めっちゃ入るやん。これこれデメリットあんのかな。オッケー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 。もう炎上でなんやわからへんけどなんやわけわからん感じになってるけど、はい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 。体力多いな、ドラゴン。全然落ちんな。結構叩いてるけど、さすがに全然硬いねあー、なんか飛んでった。体力半分行ったから飛んでったんかな。オッケーオッケー。でもマグマサウルスってすっげえ似合うな、ここ。すげえ似合う。ちょ、こいつら引っかかってる引っかかってる引っかかってる。お前ら引っかかってるで。ちょ、どけお前らなんか炎上してる声が聞こえるけど、これプテラの方やんな。俺らじゃねえよな、マグマじゃねえよなプテラが炎上ダメージで苦しんでるやん。俺たちのマグマの炎上かな。あ、オッケー、降りてきたで。行こう行こう行こう。あ、向かってるね、もう。ほい、強っ強っ。これめっちゃ強いんやけど、これこのダメージ。はい、炎上ダメージも入るし強い。スタミナがない、打ちすぎた。とりあえずこいつらの体力余裕そうやな。スタミナ回復早いな、結構意外と。あー、飛んでった。でもこの
この間にも炎上ダメージ入ってんのかな。いやなんかすごいな、この火山の煙みたいなやつ、すげえリアルや。へい、ドラゴン降りてこいよお前。またプテラ来た。いや、こんなザコがお前何匹来てもお前一緒やねお前。無造無造がよお前。降りてくるぞドラゴン。おら、いやでもボス戦ってる感やばいな。なんか雲とかと違ってやっぱりボス戦ってる感がやばいな、ドラゴンは。いやブレス効かねえのが全然違うな、やっぱもう絵面がすごいことなってんもんなこれ。燃えすぎてこれ、マグマ10体おるもんな。ほんで相手も炎出してくるし、ちょっと炎上ダメージとかドラゴンってどうなんやろって思っててんけど、食らうねんな、ちゃんと炎耐性とかそんなないねんな、大してこいつ。いやかっこいいね、なんかこっち炎上ダメージ食らってる。え、炎上ダメージこれ分からんけど炎上食らってるよな。はい、でももうちょっとで落ちる、もう落ちる、もう落ちるよ、もう落ちるよ、もう落ちる、もう落ちる、いける、落とせ落とせ落とせ、オッケー。死体邪魔やな。ちなみに PC 版と初めてやったりする。でまだゴリラやってないんよな。オッケー倒した。オッケー、引っかかってるな、狭いな。ちょっと暇やしこの辺観察でもしとこうか。あ、すごいなこれ。なんか毎度毎度思うんやけど、ボスエリアって結構いい感じやから、なんか欲しいな。ボス倒したらこの領地俺がゲットできるとかにしようぜ。使いたいんやけど、ここいいな。 OK 帰ってきた。でまず体力の減りから見ていこうか。こいつ俺が乗ってたのは全然減ってないね。まあ後ろからちょっと火打ったりとか多かったから全然ダメージ入ってない。でこいつは、あー結構減ってるな。あ、前線で戦ってたやつらはやっぱさすがに体力半分とか持ってかれてんねんな。ブレスが効かなくても結構ダメージは入るんやね、さすがに。うん、はいはいはい、うん、だいたい体力半分ぐらいみんな減ってるな。いやーでも強い、いけたね。うん、マグマサウルス正直あんまり火力ないから若干不安もあったけど、いけるね、いけるいける、マグマで全然枯れますということで。いかがだったでしょうか。今回マグマサウルス10体でドラゴンと戦ってみたんですけど、いや結構余裕やね。うん。まあ、なんか何やってるか終始よくわからんかったけど、マグマも10体もおったら、10体おってしかも炎上でなんやごちゃごちゃしとってわけわからんかったけど、でもね着実にダメージを与えてったし、こっちはブレスが効かねえから全員なんとか生存して帰ることができたね。うん、いやいいなマグマサウルス。いやマグマサウルスって見た目好きなんよな、すごい。まあなんかちょっともう恐竜じゃねえけど、もうそんな今更やし、なんかモンハンのモンスターにいそうな見た目してるよねマグマサウルスって。尻尾はなんかイカの天ぷらみたいな。なんかこんな感じじゃん、イカの天ぷらってこんな感じじゃなかったっけっていう感じの尻尾してるけども、まあなかなか素晴らしい生物やねこいつは。うん、ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。